こんにちは、ピカルです。今日の動画はザラの秋服ルックブックをやっていきたいと思います。皆さん、いよいよ10月になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。私は秋になって食欲が増しすぎて体重が無事に増加しております。というわけで、今回はザラの秋服8コーデをお見せしていくので、ぜひ最後まで見ていってください。このチャンネルでは大人かわいいスタイルアップコーデを紹介しています。ヘアメイク含めたトータルスタイリングを提案しているので、おしゃれになりたい方はチャンネル登録お願いします。それではルック1行ってみましょう。ルック1はアシンメトリーデニムワンピースを着用していきます。インナーにブラウスを合わせて重ね着にしてみました。足元はアンクルブーツを合わせてみました。これはだいたい毎年同じような形が出てるんですけど、私は2年前にこちらのシリーズを購入して、去年ちょっともう傷んできたのでちょっと捨てちゃって、今回新しいのに買い替えました。やっぱこの形本当に便利で使えるんですよ。かなり生地が硬いので、最初は若干足が痛いんですけど、慣れてくると履きやすくなります。たくさん歩いても疲れにくいですね。そしてこちらのワンピースは、夏に私白の方を紹介したんですけれども、今回秋バージョンが出ていたので選んでみました。やっぱり可愛いです。さすがに1枚で着るとちょっと寒いかなと思ったので、インナーを重ね着したりジャケットを合わせて着るのがおすすめです。前のジップを開け閉めできて着脱することができます。やっぱり可愛すぎる形なんですけど、若干丈は長めかなと思うので、小柄な方はヒール必須かなと思います。はい、では次のコーデ行ってみましょう。次はフェイクスウェードペンシルスカートを合わせていきます。やっとスウェードが着れる季節になってきましたね。こちらにケーブルニットセーターを合わせていきます。サイドのタイがポイントです。10月に入っても日中はね、まだ暑いですよね。朝晩はやっと肌寒くなってきたので、やっと秋を感じられる季節になってきたんですけれども、皆さんはどんな感じでしょうか。多分住んでるところではまだまだ暑いっていうところと、もうだいぶ冬っぽくなってきたっていうところがあると思います。そしてこちらのスカートにはロングブーツを合わせてみました。膝下丈のボトムでもロングブーツって意外と相性がいいので、おすすめの合わせ方です。ポイントとしては細めのブーツを合わせるのが良さそうです。こちらのスカートはフロントジップになっていて着脱できます。ニットは若干ですけど、こうパンチングになっているので、インナーは見えちゃうかなと思います。サイドのタイは結んでもいいし、開けてきても可愛いと思います。このニットはザラの今のランキングに入っていて気になったアイテムでした。はい、では次のコーデいきましょう。次はマッチングポケット付きワンピースを合わせていきます。ドッキングになったワンピースです。パケハを合わせて秋っぽいコーデにしてみました。こちらのワンピースはやっぱり実物見た方がすごい可愛いなって思いました。オンラインで見た時は、ちょっと普通かなって思ったんですけど、シルエットがすごく綺麗で、1枚でコーデが決まるのが楽ちんです。ポケットが大きめのものがついていて、スカートはマーメイドシルエットになっています。秋らしいブーツとの相性が抜群です。ハイウエストで切り替えになっているので、ワンピースでもスタイルアップして見えるのが嬉しいです。結構細身なシルエットで、サイドにチャックがあって上から被るような感じで着脱する感じですね。ポケットはかなり大きいです。いろいろ入りそうですね。トップス部分は柔らかいニット生地になっていて、ハイネックになっています。袖は割と長めに作られているかなという感じです。透け感はそこまで気にならないんですけど、インナーのラインは若干響きやすいかなと思いました。これは色違いで確か2、3色展開があったかと思うので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、では次のコーデいってみましょう。次はデニムコーデにしてみます。こちらはユニクロ U のデニムですね。こちらにフラワーシャツを合わせていきます。お色味がピンクベージュという表記になっているんですけど、結構濃いめのピンクかなと思いました。オンラインで見るとちょっと色が違いましたね。表面はふわふわとした生地感になっていて、今年の秋結構いろんなブランドからこういう生地感のお洋服出てるなという印象です。シャツインしてスタイルよく見せてみました。
秋はシャツコーデがかなり使えると思うんですけれども、こんな感じでトップスにして着てもいいし、羽織としてバッグに忍ばせたりもできるので、1枚持ってるとかなり使えるかなと思います。ボタンは光沢感のあるゴールドボタンになっているのがポイントです。肩は落ちてないデザインですね。アップで見るとこんな生地感です。若干透け感はあるかなと思うので、気になる方はインナー対策した方が良さそうです。暗くなりがちな秋コーデにカラーアイテムはぜひ投入していただきたいなと思います。はい、では次のコーデいきましょう。次はソフトタートルネックトップスを合わせていきます。かわいいですね。こちらにツイード風ワンピースを合わせていきます。ツイード風という表記なんですけど、スウェードのような生地感になっています。こちらはロングブーツを合わせてコーデが完成です。秋はやっぱりキャミワンピタイプの活躍が半端ないですね。とりあえず困ったらキャミワンピかジャンパースカート着てます。ノースリーブタイプなので、かなり気温が上がった日におすすめなコーデで、ちょっと朝晩の対策としてはジャケットを合わせるのが良さそうです。こちらのワンピはサイドに大きめのポケットがついていて、全体的にゆったりとしたシルエットになっています。このスウェード、とにかく肌触りが良くてずっと触っていられます。キャミワンピの紐はアジャスターがついてないので、サイズ調整は残念ながらできないですね。トップスはこの絶妙なハイネックの形がすごくおしゃれで、お気に入りなポイントです。はい、では次のコーデいきましょう。次はユニクロのタックワイドパンツを合わせていきます。こちらは私の動画でもかなり登場頻度が高いですね。こちらにニットフーディーを合わせていきます。ライトグレーですごく可愛い色味です。足元はローファーを合わせて、ちょっとメンズライクなコーデにしてみました。グレーのワントーンコーデですね。タックワイドパンツは2タックタイプで、秋でも使いやすい厚め生地の方を着用しています。トップスはインするかすごく悩んだんですけど、入れてもそこまでゴワつきが気にならなかったのでインをしてみました。後ろは入れてないですね。後ろまで入れるとさすがに腰周りがモコモコしちゃったので入れてないです。結構肉厚な生地のニットですごく暖かいです。私的お気に入りポイントがこの太めの紐です。結構ポイントになりますね。肩は落としていてカジュアルなイメージになります。お袖は長めにリブが作られていて、大きめのフードが可愛い。丈感はこんな感じです。なのでアウトしてきても可愛いですね。冬まで使えるニットフーディーのコーデでした。はい、では次のコーデいきましょう。トップスはピンクニットを合わせていきます。こちらにツイード風ワンピースを合わせていきます。またまたツイード風という表記なんですけれども、こちらもスウェードのような生地感です。さっき紹介したキャミワンピと多分同じシリーズなのかな。生地感は全く同じ感じですね。こちらがジャンパースカートタイプになっていて、さっきのキャミワンピよりはより体にフィットしたようなシルエットになっています。カーボングレーという色味ですごく可愛いです。深めの V ネックになっているので、1枚で着るっていうよりは何かインナーと合わせて着るような印象になると思います。ハイウエストで作られていて、実はポケットもちゃんとついています。後ろチャックで着脱できるタイプになっています。トップス部分は割とフィットしたシルエットで、もし心配な方はワンサイズ大きめ買ってもいいのかなと思いました。秋コーデに欠かせないジャンパースカートなんですけれども、スウェード生地でさらに秋な印象にしてもいいかなと思いました。はい、では次のコーデいきましょう。次はトワルドジュイ柄のスカートを合わせていきます。可愛いですね。こちらにフリルリネンシャツを合わせていきます。まだ暑い日の日中コーデというイメージで、朝晩はカーディガンとかジャケットを合わせると良さそうです。スイングルのこちらのスカートは1枚で主役級なスカートになってます。ブルーのトワルドジュイ柄のスカートってあんまりないので、最近登場頻度が高いアイテムです。こちらにザラのフリルシャツを合わせたんですけれども、ちょうど今の時期って朝晩とかお昼の気温差が結構あると思うんですけど、そういう時に羽織の下に着てもあんまりごわつかないインナーとしてすごく活躍するかなと思います。
日中暑い時はこれ1枚で過ごして、朝晩寒いなと思ったらジャケットを羽織るっていう感じで、季節の変わり目に大活躍する1枚でした。はい、というわけで今回はザラの秋服8コーデを紹介しました。今回の私のお気に入りはルック1とルック3です。皆さんのお気に入りもコメントで教えてください。土曜日は夜10時から毎週インスタライブもやっているので、よかったらインスタの方にも遊びに来てください。動画が参考になったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。